はい、どうも皆さん、こんにちは、レトゲ通信です。チンフォー PK 新国王レトゲ長続きプレイしていきましょう。前回がですね、生徒を落とせたんですよね。生徒を落として、南宋とはまだ同盟が実は残ってまして、同盟終わった瞬間に攻めてやろうって今思ってるんですけどもそんな感じでプレイしてきまーす。12ターンなので2年ぐらいありますんで、その間にまあ内政とかやることやっちゃいましょうという感じですね。お、男子。さあ、男子の名前何にしようかな。ちょっと何にしようって決めてたんだよな、忘れちゃった私が以前プレイしたことあるようなゲームから一応名前を取ってるんですが、じゃあ、ダーク初田でいきましょう。誰かにあれをさせてやりたいんですけども、みんな微妙なんすわ。東洋持ちもいないもんね。こんなにしとくか。お、1人来ましたね。お、2人来ましたね。3人。年齢8歳。まあ、素の能力はいいですね。ここもやり合ってますね、イルハンと、キプチャカンか。町作るとしたらここか。角で行くか、ここで行くか。まあ、適当にしたら、どんどんでかくしていかないとここに作った意味がないんで、空いてるやつは全員増築と。で、来た息子たちの能力をちょっと見ておきたいので、うわ、なんかボンクラばっかっすねあ、いいの来ましたね。お、すげえ。能力が低いと。特殊能力はごっそり持ってるよと。これはまあないよりはいいっすわね。コリューンが一番まともですね。うまくいくかどうかがちょっと自信がないんですが、攻撃してる。これ終わった、終わってますね。申し訳ない、ちょっとどけてくれるかな。婚姻ってできないんだ。一緒に弦攻めようと思ったけど、攻めないんであればまあそれはそれでいいよ、自分で攻めるから。まあその前にお前だけどなっていう話
ここがですね、人はいると、割と終わってるよということで、ここに町1個作るか。ここにも。移住ですね。東南アジア対策の位置ですね。労働者出して、ここもすぐ大きさを戻すと。多分すぐ戻ると思います。そうですね、ここをさっさとでっかくして金と馬を取れるようにしてしまえばちょうどいい攻撃地点になるよと。逆に言うとそこを守るのに必死にはなるんですけども、まあ南宋だから大丈夫だろうと南宋だから大丈夫だろうって私はちょっと高く食ってるんですけども、ダメだろうなこれ。だいぶもう本当優秀な人がポロ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 来るようになりましたね。こっちの木表示されてないけど、この状態で出せる労働者をどんどんこっちに出してってやんないとちょっとまずいと。これも出せるね。できれば連兵所とかそっちに中心に作りますか。兵を出す場所と軍事都市にしてしまう方がやりやすそうですね。ああ、はい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 、ここだね。次やんないといけないのは、ここをどこに作るかですね。ここなんかいいんじゃないかな、林か。じゃあ労働者ガンガン出しましょう。ここ余ってるんで、やっぱり南宋がど真ん中にドーンとふんぞり返ってるから邪魔っちゃ邪魔ですね。あと10ターンで、そろそろ軍を出していきましょうか。木は取れないんだね。まあいいけどね。兵器専門は一割行った方が早いかな。最終的にはー
問題はここですね。ここをさっさと作り上げたいところですね。ちょっと時間が苦しいかな。そうでもないか。ここはすごいの取れるね。すげえな。お男子どうすかな。次の名前そうしましたら、タツノコって作ってなかったよね。お、ひじめ持ちだ。ちょっと低いね。お、これも優秀ですね。あら、引っかかなかったか。攻めはしないけど、ちょっといさせてもらうか。うわぁ、つえーつえーすごいなぁ、しかし。これだって悪くないですよね。うちこずって凶作ですね。おしゃれですけどね。次のターンにあれが切れます。まあどんどん優秀なの連れてくるな。これまたすごい。東洋持ちだ。おいで。これまた東洋持ちだ。来るかな。ダメか。はい、それでは南宋との同盟も切れましたので、もう囲んでありますんで、そのまま攻めたいと思います。ごめんねごめんね。うん、焼肉奉行で攻めるのがいいですね。
もう勝負ついた感ありますねこれで。コールド勝ちになると思います。第三、あこれか、十か。もう何やってもいい感じですもんね。はい、どうぞどうぞってことですね。第三資料、あ、ここか。はい、突破でーす。どんどんなだれ込みましょう。
出てきたって無駄だよって感じですね。マリタブルズもかわいそうだ、終わらせてやろう。第4資料、これか。
らないですよね。こうなるともう同様なやつもね。はい、首実験いきましょう。お、来てくれるかな。運転手来ねえか。これ優秀ですね。収穫はなしか。バヤンを取り逃しちゃったっていうことですよね。うん、まあまあしゃあないですね。どっかで拾いましょう。はい、というわけでして、本日は南宋を、あれまだ生きてる？南宋ないよね、もうね。うん、滅ぼしましたね。南宋を滅ぼしました。ということで、もう大陸の方はもうだいぶ強固な基盤ができてきたなという感じになります。次回は元との戦いか、あるいは陳朝、強いのいるんですけども、そういったものと戦う感じになるだろうという感じですね。でいいんだよね。ドーン、どこかに消えちゃったね。あとまあ南宋にいた人たちが全然東洋に引っかからなかったので、また国力の充実という風にいきたいと思います。本日の動画はこの辺りにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。